高浜町でこのほど今年度から地域おこし協力隊として活動する隊員の委嘱式が行われました。高浜町では新たに2人の地域おこし協力隊が加わり、これまでの3人と合わせて5人の隊員に野瀬町長から1年間の委嘱状が手渡されました。よろしくお願いします。委嘱状よろしくお願いいたします。ありがとうございます。野瀬町長は町が力を入れている薬草や観光部門に携わっていただく2人の今後の活躍に期待していますと激励しました。東亮太さんは舞鶴市出身で、大学の卒業論文で薬草栽培に取り組んでいる青葉山麓研究所を訪れたのがきっかけで協力隊に就任しました。今後は青葉山麓研究所で薬草の栽培や普及活動に取り組むことになっています。またイギリス出身のブライアン・キース・イースレイクさんは神戸大学の非常勤講師や雑誌のライターなどを経て、高浜町の友人の影響を受け協力隊に就任したものです。今後は若狭高浜観光協会を拠点に町の魅力を全国に発信します。まず青葉山麓研究所の方々と、また地域の方々とともに薬草栽培をもっと盛り上げていきたいと思っています。また自分が今までまだ、培ってきた社会学や、薬草、農業の知識なども、存分に活かせるように頑張っていきたいと思います。高浜の魅力を紹介させていただきたいと思います。SNS を利用してたくさんの高浜の情報を発信させていただきたいと思います。